チャオ、まひろです。今回やっていくゲームはプレススタート。こちらのゲームをやっていこうと思います。アドベンチャーゲームになりますね。あの世に持っていく真実は何がいい？抑揚のない男の声。何を問われているのか、何を求められているのか、まだよくわからない。真実とは身勝手なもので、自身がそれは真実だと思い込めば嘘でも本当になるものだ。だから真実は自分で作れる？返事はない。これは夢だ。夢ならば覚めなければならない。電車の中かな？てるね。ちょっと始め。幽霊がいるな。声で目覚める。ガタンゴトンと揺れながら、朝焼けの入り込む車内が眩しくて目が開けづらいななんて思っていたら、青白く透けた肌に三角の布を頭にくっつけた幽霊の少女が僕に顔を近づけていた。あ、ごめん、ちょっとぼーっとしてたみたいだ。はあ、愛が喋ってるのにうたた寝ってひどいよ。この子愛ちゃんって言うんだね。愛のお話そんなに興味ないの？むくれた表情があどけなくて申し訳なさが増長する。なぜ眠ってしまったのか。電車の心地よい揺れ、適度に暖かい車内、そもそも朝方であるということ、思い当たるものが多すぎる。そんなことない、本当にごめんね。それで、なんて言ってたの？だからね、最初は、宮古町に行こうって言ったの。島の偉い人に会って案内してもらおうよって。愛、この島は来たことあるけど、道とか全然覚えてないの。だから、わかった？ああ、うん、宮古町ね。わかりました、お嬢様の仰せのままに。わかればよろしい。この幽霊の少女、愛はこの通り強引で、出会った時もこの調子だった。急に姿を現しては、成仏を手伝ってほしいと言い、手伝ってくれなきゃ一生ついて回ってたたるとまで言われた。脅迫にしか聞こえないが、死んでいるとなっては、おめぐりさんのお世話にさせることもできない。多少のわがままも年相応だと思えば、可愛いものだと自分に言い聞かせておくことにする。少女の話を聞くに、昔行った思い出の島に行って思い残したことをやるということらしいが、それで成仏できるというのは迷信ではないだろうか。もっとも幽霊という存在自体が幻なんていうのは、目の前の現実がすでに壊しているわけだが。わあ、なんか初めがニヤニヤしてる。ねえねえ、さっきは何の夢見てたの？もしかしてエッチな夢？は？違うよ、今のは。思い出し笑いだよ。っていうか、夢って何のこと？さっき、愛の話聞かないでねんねしてたじゃん。ねんねって。なんか寝言言ってたし、何の夢見てたか気になるの。ほら、教えてよ。まるっと忘れちゃっててわかんない。もう、なんでそんなすぐ忘れちゃうの？愛が聞くまでは覚えててよ。次からは夢を覚えとけって結構大変だよね。わかったよ、覚えとく覚えとく。まもなくムーン島、ムーン島、お出口は右側です。お降りの方は足元にお気をつけてお降りください。またのご乗車お待ちしております。ほら、もう着くよ。すぐ降りられるようにしておいて。はいはい。着いたか、ムーン島。その名も月の島なのか。着いた着いた。はじめ、景色綺麗だね。お船で渡ってきたみたい。ようやく着いたね。すごく綺麗なところだ。これが愛の思い出の島か。とにもかくにも港町だよ。レッツゴー。愛が仲間になった。ほう、これで操作できる。ん？おう、びっくりマークが出たとき会話が発生するよ。
X でメニューを開いて愛と会話をしてみよう。コントローラーだと何ボタンになるかな？あー、これね。はいはい。それにしても本当に綺麗なところだね。自然がいっぱいで、ほとんど人の手が加えられてない。こんなところ初めてだ。でも、なんだか懐かしい気もする。アイ、ぼーっとしてどうしたの？あ、ううん。なんかね、意外と覚えてないなって思ったの。着いた駅とか、あんなだったかなって。前に行った時からは時間空いてるんでしょ？駅自体が変わったってこともあるかもよ。それに、好きでもよく覚えてないことってあるし。そうかな。そうだよ。だから今はそんなに気にしなくていいんじゃない？歩いてるうちに思い出すかもしれないし。そうだね。うん。じゃあ、行こう。レッツゴー。ゴー。これで走れ。おお、なんだ？え？こっちに、行け。るけど、まあ、特に何もないのか。じゃあ行くとしたらこっちなんだ。すごい。でも海の上を走ってきたの、この電車。すごくない？で、これ橋。なんかいる。あ、あそこに人がいる。はじめ、話しかけてみようよ。二人とも、はじめまして。あなたたちが来るのを待っていたわ。なんかすごい格好したお姉さんだな。え？待ってたって？なんでアイたちが来ること知ってるの？ふふ、それはね、島の外から人が来るのを感知できるからよ。すげえな。なんて、本当は電車の運転手さんから報告を受けて、ここまで走ってきただけなのだけど、あ、そうなのね。ふふ、なんだ、びっくりした。はじめまして。僕もびっくりしました。あ、アイもはじめまして。はい、はじめまして。自己紹介が遅れたわね。俺の名前は正義。あ、え？この島と土地神を守る仕事をしているわ。俺。え、女の子？男の子？でも見た目は女の子だぞ。二人の名前も教えてくれるかしら。愛です。僕ははじめです。そう、元気な愛ちゃんに真面目そうなはじめくんね。ふふふ、この島に外から人が来るのは珍しいから、とっても嬉しいわ。確かにここで降りる人は僕たち以外にはいませんでしたね。観光地と聞きましたけど、あまり知られていないんでしょうか。そうね、島の人が少なくてあまりおもてなしができないから、わざわざ宣伝したりはしないの。ふーん、だから砂浜にも全然人がいないんだね。さあ、まずは港町へ行きましょう。あなたたちの滞在するお家を決めたりしないとね。家を貸してくれるんですか？やったー、おうち、わーい。遠慮しなくていいのよ、お客様だもの。この島でいっぱいくつろいでね。それじゃあ行きましょうか。港町はここからまっすぐ歩いて草原に出て、そこから東に向かえば行けるわ。一緒に行きましょうね。はーい。一緒にいるのか今。あ、いないな。会話は特に出てない。あ、間違った。この波の音いいね。砂浜広いな。可愛らしいよね、この動き。このキャラが。とりあえず、あ、こっから上がってくと。はいはいはい。あ？どっち行くんだ？こっちか。え？違くて？月の土産を手に入れた。なんだそれ？アイテムアイテム。これ。この島にしかない宝物。え、こういうの拾っといた方がいいのかな？どこ行くんだ？こっち側かな？あ？ここ。ああ、こっちか。これは？うさぎさん家、星の降る丘、港町。うさぎさん家？ここを右に行くと港町よ。でも、港町に行く前に、左に行くとね、見晴らしのいい丘があるの。とっても綺麗な景色だから、この島に来たからには見ておくといいと思うわ。ああ、じゃあ、行っていいってことか。待って待って待って、その前に倒れてる倒れてる、これ。何かが倒れている、ウサギじゃね？え、何かが倒れている。調べてもう何もなんないの？ちょっと待って、これなんか光ってる。月の土産、ああ。これは？これ。
この星みたいな、あ、星じゃねえや、月。なんだあれ。何もできないな。あー、これは？うわー、はじめ、おっきい雲、星も、すっごく綺麗。すごいな、青空と星空がグラデーションになってて。こんな絶景、初めて見た。愛はこの景色を見たかったの？あ、ね。あんまり覚えてないんだ。愛、この島の思い出、ほとんど忘れちゃってて。なんかよく見たら愛の足。足ないな。思い出だってことは覚えてるの。なんでかな？愛。大丈夫だよ。メソメソするな。僕も一緒に愛の思い出探してあげるから。そんなすぐ帰るってわけじゃないんだし。ね。はじめ、ありがとう。それじゃあ行こう。正義さんをあんまり待たせたら申し訳ないし。うん。あ、この場所には来てないのね。ほんとすごいね。綺麗だね。で？ウサギはほっといて、こっちには。あ、行けない。じゃあこっち行くしかない。わあ、綺麗なところ。閑散とはしているけれど、とてもいいところでしょ。一通り街を見てきなさいな。俺はあなたたちのお家を手配しておくわ。ありがとうございます。お言葉に甘えます。ありがとう、お兄、お姉さん。あら、この姿でもお姉さんと呼ばれるのは嬉しいものね。いいのよ、満足したら天守局へいらっしゃい。紫色の三角マークのあるこの建物よ。天守局って何？あ、そうだわ、島のみんなにも挨拶してみたらどうかしら。お客様が来たと知ったらきっとみんな喜ぶもの。え、もしかしてこれあのヨマンじゃないの？愛ちゃんと同じ年頃の子もいるから、お友達になってくれると俺も嬉しいわ。本当？友達なりたいなりたーい。ふふ、あの子も喜ぶわね。それじゃあまた後でね。バイバーイ。天使局って何？お姉さん、お母さんみたいにあったかくていい人だね。ああ、なんだか懐かしかったな。よし、言われた通り島の人に挨拶してから天使局へ行こうか。うん、レッツゴー。ああ、会話ができるな。はい。やっぱり最初の挨拶って緊張するな。そう？よろしくねってするだけなのに？大人になるといろいろ気を使うものなんだよ。大変だね。人ごとすぎる。あやも自然体なのはいいけど、失礼にだけはならないように気をつけてね。はーい、わかりました。大丈夫かな？で、これは？あ、天使局なのね。あら、早かったわね。何人と挨拶してきたのかしら。ううん、まだ足りないわね。お店番してる子たちはお人形だから数から抜いて。この島で生活しているのは俺含めて6人いるはずよ。ちゃんとみんなとご挨拶してきてね。待っているわ。この人はちょっとお姉なのかな。入れる。6人いるって言ったな。いらっしゃいませ。ワルハラへようこそ。ワルハラ？ご来店は初めての方ですね。当店について簡単にご説明をさせていただきます。こちらではこの島でしか味わえない味覚を提供しております。日替わりメニューもございますので、毎日違った味覚をお楽しみいただけるかと思います。食事の際はここで購入いただいた後、お好きな席でお召し上がりください。へー、うさぎさんメニューも展開しておりますので、ぜひご賞味くださいませ。うさぎさんは一緒にいないからな。いらっしゃいませ。あー、それだけ？ワルハラね。ここは怪しいな。いやー、すごいね、ドットのイラストが。ここは教会？綺麗なところだね。教会にしては物がなさすぎる気がするけど、あの人に挨拶しつつ話を聞いてみよう。この人ね。はい。こんにちは、挨拶に来たんですけど。かっこいいな。僕の名前ははじめです。この子はアイって言います。アイです、
すっごく綺麗な人。どうも、俺はアウラだ。それで他にご用件は？アウラさん、ここって何屋さんなんでしょうか？最初は教会かと思ったんですけど。ああ、わかりづらかったな。ここは幸せや不幸を事前に積むことで幸福の割合を広げるサービスをする店だ。ん？教会というの間違いではない。昔は教会として機能していたからな。へえ、なるほど。そんなすごいお店なんですね。すごい。そんなのどうやってやるの？目に見えないものを取ることができるの？俺の家系の不思議な力ってだけだ。お嬢さんには難しいな。さ、挨拶は済んだな。買わないならここにはあまり長居するな。お前たちまで不幸な目に遭う。え、どういうこと？不幸をなくしてくれるお店なんでしょう？そうだが、俺が取り払った不幸は俺自身に降りかかるのさ。お前たちが近くにいるとその影響を受けるかもしれないぞ。そうなんだ。そうだな。例えばおむすびを買って食べようとしたら具が入ってなかったとかな。いや、それはまあ、クレームだよ。なんか地味に嫌な不運ですね。でもあなたが不幸になると分かっていたらみんなこの店に来ないんじゃないですか？そんなことはない。なぜなら俺は人の不幸の味が好きだからな。人の不幸の味ということは人ではない。人の不幸は蜜の味と言うだろう。両方は違えて違えているがか、不幸を受け入れてでも欲しい誘惑的な味覚なんだ。家計に感謝だな。へえ、面白いですね。そんなに言うなら僕も一度食べてみたかったな。愛ももういいだろう。お前たちもその気になったら来い。それだけだ。わかりました。ではまた来ます。アウラお兄さん、バイバイ。あ、よかった。この人は男の人ね。もうわかんないよ。不幸を取り除いてくれるんだ。いいな。欲しいな、そういうところ。ここは？あ、洋服屋さんだね。いらっしゃいませ。XXX へようこそ。ご来店は初めての方ですね。当店について簡単にご説明をさせていただきます。こちらでは通常のお洋服とは別に自分のなりたい自分に変身できる特別なお洋服をご用意しております。日替わりで品揃えが変わりますので毎日違ったファッションをお楽しみいただけるかと思います。うさぎさんグッズ、だからうさぎさんグッズすごい押してくるな。ぜひご覧くださいませ。でもうさぎが仲間になるんだろうね。これなんか見ていかれますか？本日のラインナップはこちらです。買えるんだ。あ、お金持ってる。学生服誰に着させるのこれ。あ、買っちゃった。ありがとうございました。装備、あ、試着できるんだ。あ、2人ともなれるのね。まさか島に来てさ学生のコスプレすることになるなんて思わなかったよ。わあ、はじめ似合うね。童顔って言いたいのかな。うん、否定できないけど愛は可愛らしいな。本当に年相応って感じで。本当？愛は制服着たことないからすっごく新しい感じ。漫画で読んで憧れだったんだよね。ってことは愛何歳で死んじゃったの？それは良かったね。少し早い制服デビューだ。うん。これで朝食パンを加えて曲がり角でかっこいい男の子とごっつんできればもっといいんだけどな。すげえベタな展開ね。はじめ、やらないよ。やらないから。痛いの嫌なら透けて通り抜けてあげるから。それはもうごっつんこじゃないけど。でしかもはじめは風紀委員なんだね。アイテム、ステータス的なものは見れないんだね。ガーディアン、ゴースト、ガーディアンって、ガーディアンってガーディアンってなんて言えばいいのかな。この人誰？お昼寝日和、お洗濯物日和、あとは何だったかな、お皿洗い日和。ねやっほー、こんにちは。わ、こんにちは。かわいい子だね。コーラ愛、いきなり大きな声で話しかけたら誰だってびっくりするよ。てへ、ごめんなさい。あのね、
アイたち島の外から遊びに来たんだ。こっちのお兄さんはハジメっていうの。わ、そうだったんですね。同じくらいの子、島にいなかったから嬉しいです。あ、じゃあ言ってた同じくらいの子ってこの子のことか。あ、私、オミーナエシ、オミーナエシって言います。アイちゃん、ハジメくん、よろしくお願いします。すごい名前だな。うんうん。アイもすっごく嬉しい。オミダエシ、オミちゃんだね。わーい、友達第一号だよ。へ、お友達ですか？もちろん。だから敬語はなしだよ。敬語はなし。すごく嬉しい気持ち。アイちゃん、ありがとう。仲良くしてね。おー、かわいいなぁ。え、あと行けるのはここか。あ、なんだここ。鍵がかかっている。え、上に行ける？ここは？鍵がかかっている。あ、行けない。はあ、じゃあまだ行けないのかな。あ、なんか落ちてる。月の土産。こっち行けない。え、これで全員？あ、ここはホテルなのね。はいはい。多分全員話したと思うんだけど、どう？まだ足りない。まだ足りない。え、俺を含めてって言った？俺含めて6人。え？ 1、2、3、4、5、6 人だと思うんだけど、合ってんじゃね？え、うさぎか、もしかして。うさぎに話しかけなきゃいけないのか。あ、こっち行ける。あ、行けない。奥へ静かな道が続いているが、続いているか。あ、なんかいるぞ、なんかいるぞ。ん？あんたたち誰？何持ってんの？フライパンでっけ。旅行でこの島に来て遊びに来ました。はじめって言います。愛は愛って言います。ふん、はじめに、愛ね。私は、って、何をとら。敬語？そっか。うん、古本。私の名前はバニラです。以後、お見知りおきを。この大きな男は、虎の王と言います。私たちは世界を旅しながら料理をして回っているの、です。彼は、今は、わけあって話すことができないのです。けれど、話すことができない？そうです。それで私たちは、無理。え？敬語。無理なの？全然わからないの？いや、喋れてたけどな。敬語なんて習ったことないもの。トラが喋ってるのしか聞いたことないのよ。はあ、なんで私じゃなくてトラなのかしら。私が喋られなくなったって料理くらいできるのに。よくわからないですけど、無理して敬語で話す必要ないです。少なくとも僕とアイには、見たところそんなに歳も変わらないように見えますし。え？いいの？敬語じゃなくてもいいの？はい、僕以外の方はどうかわからないですけど。それじゃあ、はじめ、あんたも敬語やめなさい。あんたが敬語で喋ったら、私もそうやって話さなくちゃいけなくなるでしょ。うん、わかったよ。それじゃあよろしくね、バニラ。よろしく。なんだなんだ、ちょっといい感じになる。なんだなんだ体の傷が。なんとなく挨拶をされたような気がする。え？いや、ウサギ他にはこれで全員か。どう？まだ足りない。あー、いたいた、ここに。ん？お前たち見ない顔だな。はじめまして。僕ははじめって言います。こっちの子はアイです。はじめまして。アイにはじめか。いい響きだな。よろしく頼む。私の名前はカイバだ。カイバさん、よろしくお願いします。僕たち島の外から遊びに来てて、しばらくお世話になります。そうかしこまるな。ん、そうだ、最初に言っておくべきだろうか。私は人ではないんだ。どういうわけか海で過ごしていたはずが、ある時から人の体を得ていてな。人魚姫か？人間じゃない。驚かせてしまったか。とにかく私は人のことはよくわからない。あまり固くせず自然に話してほしい。
わかった。敬語はやめるよ。それで、元は人間じゃないのなら、本当は何の生き物なんだ？それが私にもわからないんだ。水面に浮かび、流されていた感覚は覚えているのだが、自分が何だったかまでは記憶から消失している。だから私はいつもこの海にいる。いずれ思い出し、故郷に帰るためだ。なんだかロマンチックだね。もう行ったらどうだ？挨拶回りなのだろう？あまり遅くなっては正義に心配される。あ、そうだね。もう行くよ。今度会ったら海の話を聞かせてほしいな。いいとも。その時は私もお前たちに人間のことを教えてもらうとしよう。海馬さん、バイバーイ。ああ、またな。何の生き物になったんだろうね。よし、じゃあこれで全員かな？